キャメルはイングランド出身のプログレッシブロックバンド。数ある同系列バンドの中でも序情派のサウンドで知られ、1970年代のプログレゴ大バンドに次ぐ一角として活動。1980年代以降は創始者アンドリュー・ラティマー主導の体制に移行した、1969年、イングランドのサリー・シュー・ギルフォードでアンドリュー・ラティマー、ダグ・ファーガソン、 アンディ・ウォードのメンバーでブリューというブルースを基調としたローカルバンドを結成。1971年、シンガーソングライターフィリップ・グッド・ハンド・テイトのオーディションを受け、アルバムアイル・ライト・ア・ソングにバックバンドとして参加。同年、すでにゼムやソロ活動などでキャリアを重ね知名度もあったピーター・バーデンスはアメリカ進出を考えており、メンバー募集の広告を メロディーメーカー氏に出す。それを見たアンディ・ウォードからのコンタクトがあり、ブリューのメンバーとセッションを行って、意気投合。新バンドが発足する。1972年春、契約が残っていたバーデンスのコンサートを昨年結成した新バンドキャメルとして行う。コンサートが成功した結果、以後の継続が確定した。その後も母国でライブ活動の実績を積み、 翌1973年に MCA レコードよりデビューアルバムキャメルファーストアルバムとピーター・バーデンスの軽快なキーボードアンディ・ウォードの多彩なドラムを軸に美しいメロディをテクニカルな緊張感のある演奏で聴かせていた創設者アンドリュー・ラティマー1974年レコード会社をデッカレコード参加のデラムに移籍。セカンドアルバム ミラージュのリチャード・シンクレアに交代。ゲストメンバーとしてメル・コリンズ等を迎えて活動。1977年、フィフスアルバム、雨のシルエット、さらにツアーメンバーとしてやはり元キャラバンのデーブ・シンクレアが参加。オリジナル・キャメルより元キャラバンメンバーの比率が多くなり、キャラメルとあだなされた。同年、2枚組アルバム、ライブ・ファンタジアを発表。 1980年1月に来日公演。アルバム1枚で、キッド・ワトキンスは脱退。代わりに、ダンカン・マッケイが加入。1981年、AS アルバム、ヌードの物語ミスター・オーの期間マイナスを発表。以降、後に、ラティマーの妻になる女流詩人、スーザン・フーバーが、コンセプト面の役割を担当。百八十一年、アルコール問題などで、 アンディブ・オードが脱退。オリジナルメンバーはアンドリュー・ラティマーのみとなり、以後、バンドそのものがラティマーのソロプロジェクトの性質を持つようになる。同年、ナインスアルバム、シングル・ファクターをテーマとした、テンスコンセプトアルバム、ステーショナリー・トラベラー関連の裁判になり、その影響で活動を休止する。結果は、バンド側に多くの主張が認められた。 そしてラティマーは自宅を売却し、活動の拠点を北米に移して、キャメルプロダクションを設立。過去のアーカイブや、新規の音源、マネージメント事業などを自ら管理するようになった。名優コリンバス1991年、旧メンバーのコリンバスらが参加し活動再開。ジョン・スタインベックの小説、怒りの武道をコンセプトにした7年ぶりのイレーブンス、アルバム。 ダストドリームスイカリの武道発表。翌年に来日公演。1996年、12th アルバム、ハーバーオブティアーズ港町工部の物語演奏曲目1980年、I Can See You A House From Here 演奏曲目、東京、中野サンプラザホール1992年ダスト、ド,ドリームスツアーイブニングウィズ・キャメルと題され、東京、大阪、 名古屋でのライブハウス系の会場での開催、オールスタンディング。日本側のツアーパンフレットの販売はなかったが、海外で配布された、小冊子は販売された。なお、クアットロで、無料配布の冊子1992年オーガストに2ページに渡り、アンドリュー・ラタマーのインタビュー記事が掲載された、演奏曲目1997年、ハーバー・オブ・ティアーズツアー東京、大阪。 名古屋、川崎でのライブハウス系の会場での開催。演奏曲目2000年ラジャスツアー東京、大阪でのライブハウス系の会場での開催。ツアーパンフレットの販売はなかったが、チケット販売時や、物販販売時に、サイン色紙が配られた。演奏曲目プロレスラー、格闘家の前田明は、試合の入場テーマ曲に、ヌードの物語ミスター王の期間マイナス収録の、 楽曲、キャプチャードを使用していた。自身が持つプロレス技のオリジナルスープレックスにも、キャプチュードと名付けた。これは前田が若手時代に所属したプロレス団体、新日本プロレスの試合中継を行っていた、テレビ朝日の制作チーム選曲担当が、プログレッシブロックの楽曲をレスラー入場曲に数多く使用していた経緯で、前田の外戦帰国の頃に、 キャプチャードを採用したのが始まり。キャメルメンバーのアンドリュー・ラティマーは来日の際、そのエピソードをお聞かされ、今では認知をしている。インタビュー、後編、キャメルが2016年5月来日。アンドリュー・ラティマーが日本を語るヤフーハット ABC。インタビュー、前編、キャメルが2016年5月来日。アンドリュー・ラティマーが日本を語るヤフー A、プログレバンドキャメル。 16年ぶり、単独来日公演ピア、ABCDEFGH キャメルフルオフィシャル、チャートヒストリー、オフィシャルチャーツカンパニー、アルバムズをクリックすれば表示される。ありがとうございます。